はい、こんばんは。本日2013年何日や、6月の20日でございます。ただいま10時です。肉飯、まあこうね、夕飯ですね。昨日までね、まあざるうどん 150g と、まあめんつゆです。まあとりあえずこう、本日1食目です。うん、いや、今朝までね、東京行ってたんすよ。4日間ほど、日月火水と、木か、5日か、まあ目的の方はね、まあ、動画仲間のね、方の飲み会があるんで、いつも来てもらってるんで、うちの方はね、うちの飲み会の方に。まあ、じゃあ俺も行かないわけにはいかないと。まあね、初の飲み会でもあったんで、それで行ってきたんですけども、それがまあ昨日だったんです。ならですね、どうへくなるぞ。まあうちも、僕もね、一応生放送とか動画上げてるんで、リスナーさんと交流のため、まあ飲み会したんです。んで、まあ、土曜の夜に、月、火、水、で、木曜日の今日の朝に帰ってくる。朝の新幹線で帰ってくる。面白かったなぁ、だけど、うちの方で10人ちょっと来てもらいまして、朝の渋谷でね、ちょうどね、サッカーのワールドカップなんか、ブラジルとやってましたね。渋谷がすごい人でした。そんな中、居酒屋で飲んで、朝の7時までカラオケ行って、で、まあ、この、じゃあ、リスナーさんのところに、本当に昨日の朝まで泊まらせていただきました。まあまあ前々回関東行った時も泊まらせてもらって、もうね、本当快適。あれどっか出かけて誰かと飲もうかなと思ったけど、もうそんな気力もおらないぐらい快適 で、間ちょっとバーベキュー行ってね、もういいところでね、ホタルがいたんですね。夕方からバーベキュー始めて10時ぐらいまでやったかな。で帰ってきて一回飲み直して、で翌日またちょっと回ったりして、でご飯いただき、で昨日のお会はね、まあ男ばっかり9人で、まあ途中で抜けた人もいたんですけど、朝の僕は3時半までやかな、夜中のね。男だらけのね、まあ、下水会面白いね、ああいうのも。上野でやってました。この一パブっていうのがあってね、まあ行ってないんですけどね、結局この一パブすっげえ気になって、でね、チャッチの兄ちゃんに聞いたらね、おっぱいパブだって言われたんでね、1時間5000円だって言われたんで、行かねえっつって、みんなに大反対されました。どんなやったの、結局飲み屋4軒ぐらい行って、でね、1軒目の店はね、美味しかったんやけど、2軒目に行った店がえらい酒のまずい店で、もう気分悪くなって珍しく
もう2軒目で吐いちゃってね、トイレで。うん、吐いてからでも飲めるタイプなんで、全然サラダも飲んでましたけど、腸がもうひどい胃もたれ、胃もたれとか胃がやられててんでね、もう飯食えないし、水分取っても出ちゃうし、んで午後から仕事だし、また忙しいし、ようやく8時ぐらいに仕事が終わり、今お風呂1時間ぐらい入ってデトックスして今に至るって感じになりました。まあ、食欲出てきたし、まあこれで回復だと思います。まあ明日に備えて晩飯は家族にしておこうと思いました。まあ食べちゃったね、これだと終わります。まあね、その辺の詳細の方はまた近いかな、今晩かまた明日か分かりませんけど、生放送でもやったなと思ってます。まあということで2013年6月20日の日記飯でした。ごちそうさまでした。